強盗致死などの罪に問われているのは光明人被告と持田種被告です。2人は別の2人と共謀して今年3月に寝屋川市内で専門学校生から現金などを奪いナイフで刺して死亡させたとされています。大阪地裁は今日の判決で意図していなかったとはいえ死亡という結果を招いたなどとして光被告に懲役22年、持田被告に懲役20年を言い渡しました。